サンクルメントアイランド島の反対側に来てます。Oh, bonito. Backside. Yeah, you can have it. Sorry. Bye, bye. Oh my God. Ah, 皆さんこんにちは。リンゴルフ滝口です。これから訳あってマグロ漁船に乗ります。3日間の旅になります。後ろに見えるボートです。船に乗って。シエンダゴルフクラブの友人たちと、これを調和して3日間、本マグロ、英語ではブルーフィンツナーなんですけども、本マグロを釣りに行きたいと思います。その釣りの模様を、ビデオに収めて皆さんにお届けしたいと思いますので、お楽しみください。ありがとうございました。前回チャーターした時は合計54匹釣れたそうです。今回も釣れて、リミットが1日2匹で合計3日間ありますので6匹持って帰れます。トロをいっぱい食べたいという気持ちで初マグロ漁船マグロ釣りです。いよいよ出発です。これから約5、6時間最低本マグロが取れるところに移動するそうです。初のマグロ漁になります。ここはサンディエゴです。今朝ロサンゼルスから車でこちらまで移動しました。漁船内部です。バンクベッド、本当にマグロ漁船という感じです。こんな感じです。私のベッドです。これも私のベッドです。こんな感じです。港を出発してからすでに8時間経ちました。海の真っ只中にいます。あと1時間くらいでそろそろです。サンクレメンテ諸島近くの、海の中にある山バンクって呼びますが、パナーバンク、その辺で、マグロを探すみたいです。のダイヤ、クロマグロ、クロマグロは水温が低いところに住んでます。クロマグロはブルーフィントゥラーと言いますが、イエローフィントゥラーは、水温が暖かいところに住んでますので、トロがありません。今回はトロたくさんのフィントゥラーをたくさん釣れればいいと思ってます。いよいよ釣りが終わりました。ここは約20隻のボートが集まってます。船長の指示で右側か左側かで深さを指示してくれて、1箇所の方向に向かって釣りをします。今日はこのようにシティングで釣ります。深さは約70メートルです。 Number 10 Number 10, OK How was it? 2日目の朝です。 Hey, みんなガンガン釣ってすごいことになりました。私もちっちゃいのを They didn't let them know when you're coming. おお。おお。ナイスサイズ。わお。ナイスサイズ。Ray. All right, June. アレン君が
大きいのを釣ってます。次のプラノより全然上がってきません。超大きそう。わあ、見えてきました。結構大きい。It's a nice fish, bro. Oh, big one. Yeah. How much should I have? What? That's it?Whoa! Slip on your nose. I was like, oh! His nose hit the rub rim. Oh, stop me dead in my track. Whoa. How big is that? All right, June. Good job. Bobo, what was it?約100メートルとしましたロックコートを取りに来ました。ご覧のように超大量の美味しい非常に高級魚です。私は合計で4匹だか5匹来ました。これが格納庫です。カッターマグロ漁船3日目の朝です。今日は、サンクレメンテアイランド、ロサンゼルスから一番近い島はカタリナ島ですが、それも含めてサンクレメンテ諸島といいますが、そこの中の一番大きい島サンクレメンテ島の近くに来ております。今7時過ぎですが、もうすでにみんな釣り場で釣りを始めております。さっき、70センチほどのイエローテールが釣れていました。爽快な天気です。気温は約67、8度、18度から19度、非常に気持ちいい方になっております。今日は風が強いのでサンクレメントアイランド島の反対側に来てます。あら、やばちょっと、イカのタイが泳いでました。今日はちょっと風が強くて釣れるところが限られています。最終日は砂のクロマグロ釣りが風でできませんでした。ということで、このネイビーアイランドの東側で、みんなで釣りしています。私は自分が釣ってる時はビデオ撮れなかったんですけど、でっかいハマチを1メートルぐらいのハマチを釣りました。ここではハマチ、シープヘッド、コブダイ3匹と、カツオを2匹釣って持って帰って1匹は昼間食べました。みんなでランチでした。楽しい3日間でした。私はもうちょっと疲れたので早めに上がってシャワー浴びて、カツオが釣れました。日本のカツオと違ってちょっと細身です。
こんな感じでバコバコ釣れます。従業員のノイです。楽しい釣りです。船長です。 Can you tell your name to my subscriber? My name is Jim Hughes. They call me Rambo. Rambo? He's a captain. I had a nice time. Good. I really appreciate that. Hey, say hello to my subscribers. Hi guys, how you doing out there? Hey, Steve. I come over here. Show my subscribers to your new design. Oh, the new design. Yes, it is. Brand new. Selling at Macy's and Nordstrom's. The octopus. Yeah, octopus. Octopus の墨を剥かれたあのスティーブでした。友達のレイがなんか来ました。You got something? Ray. I got something. I don't know. It's something small though. Something small. レイが最後の一匹を釣り上げてます。ちょっとこのシーライオンが邪魔くさいんですが、ボニータ、おー、ボニータ、いや、おー、マイロー、サーリー、テールティング、ダツワイ、ギビットヘン、アライ、ギビット、ユカンハブイッジ、ギビットヘン、ジャンプル、エイ、Whoa! A lasso! Now how can that happen? こういうカツオはみんな捨てちゃいます。小さすぎて。Beautiful fish, huh? Beautiful fish, but... We're gonna let it go today! Oh, throw it away! Oh, release! Front flip! Oh! Alright! Say hello to my subscribers! Onagashimasu! ジェフは、僕たちのご飯を作ってくれる、船上シェフです。彼のスマッシュとハンバーガーはエクセレントでした。 I love it. Glad you enjoyed it. ちゃんとご飯もこうやって炊きます。こういうのがメニューになってます。これは、イブニングスナックです。とにかく食べます、みんなよく。私はもうフィニッシュなんで、しっかりとウイスキーを飲んでます。Hey. Say hello to my subscribers. Hello, subscribers. Your man is very good fisherman. Catch a bluefin. ハンクは76歳でスーパー元気です。マッシュポテトをなんとパナソニックの炊飯器で作っております。今日のメインメニューはステーキです。スティーブベジタブルスト、お友達のハルミちゃんが釣ってます。ちっちゃいのに頑張って釣ってます。ビッグイエローテール、Oh my god! Oh, big one! Wow! Yo, good job! Oh, nice good gap. Job! Oh my god! こうやってまずは神経締めをしておとなしくさせます。針を外して触れます。クルーが。Thank you. Okay. So, 写真タイムです。写真タイムです。So big. このようにタグがあって、ホチキスでタグをつけて冷蔵庫に入れます。冷蔵庫は0から 0.、マイナス1度です。彼らが顧客の要望に応じてフィレにしてくれるか、私はエラと内臓で取ってくれるように頼みました。こんな感じで。12 only got one. Oh my god, so big.Wow. これすごい。All right.
全部クロマグロ。やばいねこれ。全部出しました。やばいです。Oh my god。これから夜通し彼らがスタッフがこれをさばいてくれます。これが今回の、私の師匠が捕まえた一番大きいやつです。なんか比べるもんがないと分かんないけど、とにかく1m20cm、フォローたっぷり、やばいっす。やばいです。マグロがいっぱいです。私の小さいシープヘッド、コブダイも混ざってます。やばいです。Here comes the horse. Wait for a while. Oh, shit. So many. Look at this one, look. Oh, yeah, Dorado. Dorado.マヒマヒです。ハワイではマヒマヒです。これも大きいです。これもトロたっぷりの築地で売ったら、あ、豊洲か、豊洲で売ったら3、40万みたいな。この辺はちっちゃい、多分私が取ったやつが入ってると思うんですけど、大したことないです。やばいです、この数。これから彼らがさばきます。彼らはこのボードにオーダーがあるように、この左側が番号になっていて、各人がどういうふうに、処理してくれるかっていうのを、記録してます。30 minutes. Okay, second. Let me get this other boy. That's a good putt. What? I try my best. I'm not a professional, but. Okay. Damn, man. Live action. We'll be famous. Oh my god. Okay, so like that? Yeah, like that. And then. Go here. Go ahead.There. Okay. Yeah, that's how it always goes. Okay. Oh my god. You know, we eat this part. Yeah. Yeah. I know. Yeah. Oh. You guys have to have the four loins, yeah, and the collar and the belly attached. Oh, okay. That's how it is. Okay, that's good, yeah. But this goes over the side. I know, there's a lot of meat on there. Are you going to throw this away? That's it. Like this. Oh, shit. Bye-bye. Oh, my God. Oh, my God. There's still an oishi part. See, Ryan. There. So, you throw it away? Oh my god, so waste. I know. Oh my god, that costs a lot, you know. You have to pay like $30-$40 to eat this part. This? Yeah, this part. Yeah. So, a lot of those. Oh my god. waste of our natural resources. I know, I understand. That's why I wish everybody took their fish home whole, yeah, and they broke it down themselves. ということで、ガンガンフィレにしてますが、もう捨てるポイントが多くて、なんかもったいなくて。Oh my god, a lot of toro. Oh, they are slaying. We gave it to you. これを彼らは捨ててしまいます。信じられない。That's for you. Thank you. Toro. これも彼らのクルーの収入になってます。彼らは今回12人でチャーターしてますが、まあ最低1人
200ドぐらいのチップをもらえるんで、船で2400ドルプラスこの魚を下ろすので、1000ドルで、クルーが、3人プラス、シェフがいますので4人です。だからワントリップ3デイのトリップをすると多分、収入的には1500ドル、20万以上になると思います。3日で20万の稼ぎ、まさしくマグロ漁船。結構荒い下ろし方なんで、50匹もあるとあんまり細かいこと気にしません。おお、That's a big one。 真ん中は血合いがあるので捨てます。血合いも大雑把に切って、なんか血合いじゃないとこも切っちゃいます。やばい。 Who's this number 6? このトロのところは釜と一緒にちゃんと取る。サンディエゴに戻ってきました。完璧に寝てました。今朝の5時半です。みんなの船員がこんな風に思ってます。これをみんなで持って帰ります。私はもうこの中にあります。他のこのバッグはフィレにしたマグロです。3日間のマグロ漁船終わりました。Good morning. Good morning, Steve. Good morning, Karai. Good morning, sir. 3日間のマグロ漁船の旅終わりました。この次は9月です。なんとなく感じが分かったので、もうちょっとちゃんとしたビデオを撮りたいと思います。これから家に帰ります。3日間のマグロ漁船の旅でした。今は朝の5時40分。これから、釣りに出かけるお客さんがたくさん来てます。ブルーフィン、半日、1日、1日半、3日、4日、1週間、いろんな釣りの旅があるそうです。私には3日以上はちょっと体力的に考えられませんが、楽しい旅でした。3日なら私の年でもなんとか行けそうです。一緒に行った連中は釣り気違いが多くて、なんと1週間の旅をしていた人たちもいっぱいいます。ということでした。